巨人、浅野、19、の成績、やばすぎやろ。うほうほ長打マン、筋肉もりもり、これは巨人の未来。過去に梶谷という例あったろ、規定に乗ってからホルホルしよう。内角打ちがうまいから本物だな。今年19年目の間違い。打数少ないとか言っても19でこれは素直に化け物やろう。同い年の長野もにっこり。新人王の資格ある。ラストピースはやっぱりベテランの浅野さんよ。巨人って育成うまいよな。小柄なタイプなのにしっかり長打打てるし、去年は大きい秋広も育てたし、この世代松尾も結果出し始めてるな。山田はもっと頑張れ。今年はバットに当たるようになったやん。ヘルナンデス怪我してなかったらこれが干され続けた恐ろしさだから、補強ってオワコンなんだよ。 X で浅野19、ともりした24の比較がそうバズって手草だった。こいつが2球団しか競合しなかったのおかしいな。少し前だったら甲子園補正で4、5球団は競合したはず。浅野最高や、秋広なんていなかったんや。この5試合で11安打で半分近く長打。高校時代あれだけ打って宝な身長低いだけで避けた球団。バカです。しかも浅野って端攻守の3拍子揃ってるのだってな。鈴木誠也だな。ご視聴ありがとうございました。